皆さんこんにちは、マネルリュウジです。では今回は大コリシデン5明智光秀でプレイ続けていきたいと思います。城主になっているので、新しくですね、信玄の方から主命を申し使っています。それがですね、今回の主命を最初にね、ちょっとじゃあ簡単にご紹介しておきましょうか。主命は北近江国の攻略、六角家ですね、残り3つの城を奪い取れという目的になります。なので今回はね、これをしっかりやり遂げていこうかなと思います。ではまず表情から始めていきましょう。主命の伝達ですね。さて、合戦をするので戦闘向きの武将は一旦戦闘に参加するということをしたいので、合戦から先に行きましょう。その目標、ズバリ六角沢山城。沢山城は三成がね、居城にした城ですね。我々は光秀一徹道三半兵衛秀光。あ、そうなんですよ。実はですね、道三一徹は稲葉山城にいたんですけども、道三を倒して部下に加えています。なので かつての主君が、配下に加わってるっていう状態ですね。では出陣しましょう。援軍要請、もちろん援軍要請します。援軍はね、もう信玄から援軍を要請してしまえば、まず間違いなく勝てるので、信玄のね、いる躑躅ヶ崎館、ここから軍勢を寄せます。信玄が出てこなくても、信玄のいる居城はね、何といっても1万5000ぐらいの軍勢を連れてきてくれるので、指を加えて待ってるだけで勝てるっていうね。ただちょっと遠いので少し時間がかかるというのはありますけどね。先に敵の援軍が到着するっていうケースの方がやっぱり多いですね。さあ、六角の本体は引っ込んでいきましたので、我々は援軍の後藤隊を撃破していきましょう。はい、では信玄の援軍が来る前に沢山城から降伏の申し出が出てますので、ここは降伏しちゃいましょう。降伏を受け入れちゃいましょう。これで一つ城を取りましたね。ここに誰を置くかだな。半兵衛あたりを置いて確実に収めるのもいいし、一門衆である、秀光を置くというのもありますしね。一度城に帰っておきます。で早速表情を行います。まずはそうだな、人事昇進、また誰も昇進できないか、これはしょうがないね。そしたら主命伝達していきましょう。真下長森が病気になっちゃってるけど、他の人間は大丈夫だね。そしたら今失った兵をね、補充するという意味も込めて徴兵、一徹も徴兵だな。もうこの辺りはね、次の合戦に備えた動きをしておきます。小一郎、後の秀長は軍資金調達、半兵衛も軍資金調達かな。知略のある人はね、基本的にはもうみんな軍資金調達、金をね、かき集めてきてもらいます。で、微妙な人間はもう長期修行でまともな能力を身につけてこいというところからかな。長官とかもね、一応もらいました、与力として信玄から。伝吾もちょっと今病気になっちゃってるね。伝吾はオリジナル武将ですね、自分で作った武将です。利光も長期修行、一旦みんな長期修行でサボってきてもらいましょう。旅の疲れをね、しっかり癒してきてもらう。菊丸もね、なんか炎上してましたね。
まあ、個人的には別に、まあ、その通りでしょって思うし、何か問題のある行為だとは思う、あの発言だとは思わなかったですけど、でさらに茶筅にもなったし、診療所を開くこともできる状態にもなってるしっていうね、それなりにしっかりと能力を上げてきています。ではみんなの修行が終わるまでしばらく自分も旅に出ましょう。はい、ではね、次の攻略戦を行っていきましょう。まあ、ちょくちょくみんなのご機嫌を取りつつ、命令はしっかり行っていきます。拠点移動ができるようになったね。まあもちろん一つ城取りましたからね。では次の合戦目標ですね。南近江か、そうか、ごめんなさい、六角は南近江だね。南近江を攻める、北近江は浅井だわ、迂闊だったな。沢山城だから神剣の直轄領になってるわ。なんとももったいないことしたね。ここは長政のいる今浜城攻略に変えましょう。同じく光秀一徹道三、ああ牧前になってますね、秀光じゃなくて。半兵衛の軍勢で攻め込みます。もう風林火山の札を手に入れたから、合戦野戦もあっさりなんですよね。で信玄が援軍が出せないとか言ってきやがった。マジか、これは苦労しそうだな。思わぬところで落とし穴が来た。援軍要請、これ金を使ってでも援軍を出してもらわないと。もう一回頼んでみよう、信玄に。頼む。そういうお願いを出せない。信玄ももしかして今合戦中なのかもしれないな。しょうがない。いる兵だけで、なんとか勝ちましょう。はい。そしたら今浜の攻略が終わりましたので、このまま連戦といきましょう。兵をほとんど失っていないので。このまま小谷を目指します。野戦か、野戦で風林火山の威力を見せつけましょう。はい、では野戦で長政を撃破しましたので、このまま小谷を目指しましょう。小谷を落とせれば一気に2つの城が手に入りますね。さて誰に援軍要請するかだな。あとは信玄が援軍を、まあ、よこさない傾向にあったので、どこから援軍要請するかだな。信玄は、いや信玄にお願いするしかないわ。だって兵1万9000だからね。敵よし、このまま時間を稼ごう。信玄の1万5000が到着してくれれば十分に抜けるよね。だ、野戦か、ゴズメ決戦ですね。ちょっとさすがに勝てる気がしないな、この数。大丈夫か、味方5000、敵3万5000だからな。いやここはもうちょっと退却するしかないな。退却しましょう。一気に大谷を抜きたかったところなんですけどね。一度戻ります。で自宅に戻って表情をこなしちゃいましょうか。いやなかなか強力だったもんな。昇進、半兵衛が武将に昇進できる。
これで一人ね、武将が増えたという状態です。拠点移動も何もないからな。一度抜いた、ちょっと待ってね、今浜が北近江で信玄の直轄になってる、その理由は北近江国、信玄の直轄になっちゃうのか。自分で城取ったらもらえるんじゃなかったっけ。それって城の攻略だけ、国自体の攻略は意味をなさないのかな。ちょっとこれもったいないことしたかもしれないですが、まあ一度寝て再び合戦に出ましょう。休養、せっかく信玄の援軍を取り付けたのにね、もったいなかったですね。もうここまで来たのでこのまま攻略しましょう。本当だったら織田に攻略に主命を変えさせてもらってもいいかなという気もするんですけどね。いや、一回それ試そう。せっかく攻略するならそうした方がいいよね。つつじヶ崎館に移動します。で、信玄から織田二条攻略の主命に変えてもらう。なあ、信玄がいないのか、肝心の。そしたら、まあ、せっかくこの辺りまで足伸ばしてるので甲府の町でも行って算術指南でも受けて帰りましょうか。何も得るものがなかった。で、30日経ったので信玄がいてくれることを信じて主命を、まあ外出中、いつまで外出中なんだよ信玄は。だったらもう一回修行しよう。で、もうボロボロになってるので寝て、そこから信玄の場所にもう一度行きましょうか。薬も飲んでサクッと回復しましょう。で、信玄がいてくれないと主命変更ができないからな。まさか許すじゃないだろうな。あいつ織田二条を攻略に変えてくれって言ってくるなって、ああもうダメなやつだな。信玄は今どこにいるんだ。じゃあ外出中とは言っているものの、どっか合戦にでも出てんのかな。そういう情報はね、ちゃんと回してほしいですけどね。しょうがない、本拠地に帰ろう。まさか織田二条、本庄城の攻略に出てたんだな。それでいなかったんですね。それなら合点がいきますもんね。さあ、じゃあ表情だけ開いておきます。主命伝達、まあ、基本的には皆さん修行に励んでもらって、その間にそうだな、もう一度行ってみますか。信玄もさすがに帰ってると思うので、で主命を変えてもらう。織田二条攻略にちょっとランクがだいぶ下がりますけどね。国を取ってこい、切り取ってこいっていう命令から織田二条一つ潰してこいっていうのに内容が変わってしまうので、だいぶ主命の難易度的には下がりますけど、まあ、そうでもしないとね、働き損になっちゃいますからね。それともこのまま主命達成で国攻略したら北近江そのまままるっともらえたりするっていうことだとね、全然やりがいもあるんですけどね。どうだったかな、もう久しぶりなんで完全に忘れちゃってますんで、ここは確実な方を一旦選択させてください。主命変更願い、地方攻略になっちゃうの、国攻略ではなく、まあ、いずれにしてもここの攻略だ。で戻って
ちょっと寝て攻略に入りましょう。さっき敗れた戦いですからね。まずは軽く寝て、いやちょっと待って、寝よう。信玄からの援軍要請、信玄への援軍要請が通らないとかなりきつくなるからな。おっと、みんなまだ帰ってきてないね。修行中だな。だったら猪口の町で自分も鉄砲修行をして、その間に帰ってきたら早速攻略戦に入っていきましょう。さっき敗れましたからね、攻略戦。では寝て合戦に入ります。今回だいぶちょっと長々とやっちゃってますけど、このままねちょっと付き合いをいただいて合戦に入る。半兵衛が武将になってくれたのは本当にでかいよな。で、誰にお願いする？もちろん信玄だ。ちょっと遠いっていうのが一番のね難敵なんですよね。よし、承諾はしてくれた。これで小谷にどんくらいの兵が、うわ、光秀の軍むっちゃ人少ないわ。これは厳しいな。さっさと信玄の軍が到着してくれないと。よし、信玄の軍が到着してくれた。これで逆転したね、兵力差が。しかも信玄自らお出ましだ。和議の使者で停戦約定拒否。二の丸三の丸と攻略して本丸に到着ですね。朝倉軍が迫ってきているという話。くぅ、しょうがない。ここは信玄の力に頼って敵を撃破していきましょう。光秀の本体はとにかく温存。温存温存温存一辺倒だ。カズマスが使者にやってきて、なんとかね城を落とせそうですね。小谷城攻略です。いやー、ちょっとかなりしんどい戦いでしたけど、信玄の力を借りてなんとか攻略できましたね。浅井家を滅亡しました。これで一旦本拠地に帰りましょう。で、誰の居城に、まあ、誰の所領になってるかですね。早速ちょっと確認します。信玄の直轄領になってる可能性ありだよ。マジか。どうやって城取るんだっけ。なんか守兵で城を取ればそのまま自分の受領にできたような気がしたんですけどね。ちょっとここは確認する必要がありそうですね。というわけでちょっと今回だいぶ長くなりましたので、今回はね、ここまでさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や
あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。